これスキル2の方なんですけど、相手に向かっていくんじゃなくて逃げるようにね、こうやって打つことによって、はいどうもキュンです。今回はですね、白馬の裏技というか、こういう使い方あるよというのをね、ちょっと紹介していきたいんですけれど、この動画とは別で、前回このサムネイルの白馬がかなりやばいっていうやつね、乗っけたんでね、そちらもちょっと一緒に見ていただけたらなと思うんですけれど、そちらではね、今回紹介する技を取り上げてなかったので、改めてね、今回紹介していきたいと思います。で、気づいた人は気づいたと思うんですけど、この裏コマンドですね。相手に背中を向けてスキル1を押したタイミングでタゲを取ると、相手の背面に回り込んで、こういう攻撃がねできるようになるっていう技なんですけれど、これをやることによってね、何がいいかっていうと、白馬って結構分かりやすいんですよね、スキルが。消えるので、そのタイミングでね、しっかり合わせてジャスト取られると、ジャス解されてしまうので、背中を向けてね、発動することによって、相手はちょっと反応がね、遅れるというか、おでんの裏とつか同様、ちょっと避けにくくはなるかなと。で、あと、相手の背中に回り込むということで、このタイミングでね、相手が何か攻撃をしてきた場合でも、それを回避しながら背面に回り込んで、この切りつけをね、行うことができるということで、こちらはね、王道っちゃ王道なんで、すでに気づいた方いるかなと思います。続いてこちらなんですけれど、こちらがちょっと目玉というかね、すごいなーっていうか、使いやすそうだなって思ったんですけれど、何が起きてるかというと、もう一回ちょっと見やりますね。これスキル2の方なんですけど、相手に向かっていくんじゃなくて逃げるようにね、こうやって打つことによって、進行方向とは逆の方にね、なんかエフェクトが出るんですよ。黄色いエフェクト。わかりますかね、こうやって追いかけられるじゃないですか。追いかけられた時に、相手が当たりに来てくれるよっていう、このエフェクトに。そう。これを、やることによって、状況によってはね、逃げつつダメージも与えれると、結構使い勝手いいんじゃないかなと思いました。なんかスキルに見るとさ、相手に向かっていくイメージあるけど、こういう使い方もあるんだよっていうのをね、今回紹介したかった次第です。攻撃範囲は背面にもあったよっていうことですね。こちらおまけなんですけどね、もちろんね、段差もできますと。はい。段差ギリギリだってタゲ取って打つことで、このようにね、ワープしながら打つことができるよと。はい、他の動画でも紹介してるんですけど、シャボンディの場合はリスポンから真下に向かって飛んでいくこともできるし、リスポンから斜め上に向かって飛ぶこともできるんですよ。シャボン玉で乗り上げたところですね。ちょっと説明はうまくいかないんで、気になった方、こちらの動画、概要欄に貼っておくので見ておいてください。以上ね、悪魔の、ちょっとした裏技というか、隠れ技というか、はい、紹介動画でした。おきゅん玉退出